こんばんは、おみやです。今日はですね、大田原市にありますあきゅうさん、こちらのお店に行きたいと思います。あきゅうさんなんですけれども、デカ盛りで非常に有名なお店なんですけれども、まあ僕ね、20代の頃よく通いまして、その頃に食べたカツカレーがですね、とても美味しかったっていう記憶がありまして、今回カツカレーを食べに行きました。さあ、あきゅうさんなんですけれども、店舗の向かい側に駐車場があり、その他に第二駐車場もあり、お店の近くに三原公園という公園があり、そこの駐車場も広々としています。お持ち帰りテイクアウトもできるようです。さあ、店内に入りまして、店内は広々とした座敷もあり、テーブルがあり、カウンター席もあります。さあ、メニューなんですけれども、麺類があり、ラーメンが680円と安いですね。お店の方に聞いたら 400g あるそうです。大盛りはやっていないそうです。さあ、そして丼物、チャーハンやカレーライス、ドリンク類があり、一品料理の中華系があり、220円で定食にできるそうです。そして店員さんに言えば、麺やご飯の量を調節でき、半分や少なめにできるそうです。そしてお持ち帰り用の容器が1パック10円であります。さあ、そしてやってまいりましたカツカレー。いや、すごい迫力です。大阪旅行に行ってアニマルドレスを着たおばちゃんに遭遇した時ぐらいの迫力です。いただきます。さあ、ちょっとこれね、どこから手つけていいかわかんないですよね。いや、しかしこれ本当にすごい迫力ですね。カレーの辛さが甘口、辛口、普通と選べるんですけれども、私ね、普通を選んだんですけども、結構ね、甘めでコクがあってとても美味しいですね。このとんかつ、この分厚さ、もうサクサクでね、この油が美味しいですね。で、そしてこの付け合わせのキャベツ、もう付け合わせじゃないぐらいの量ですね。もうもはやサラダがそのまま使ってる感じっすね。このとんかつとカレーというね、人気の2つ、もうね、サンドイッチマンさんみたいですよね。カツカレーですけど、やっぱりね、伊達さんも言ってましたけれどもね、カレーとカツが喧嘩してね、カロリーゼロ、カロリーは熱に弱いのでカロリーゼロ、サラダなんかね、もうもはや痩せるかもって言ってますからね。でね、結果として美味しすぎてカロリーゼロですね。いや、お店の方が 400g ちょいって言ったんですけれども、これ絶対もっとありますよね。すんごいボリュームですよ。でね、このルーもたくさん入っていて安心しますよね。トゥギャザーしようぜ。で、思ったんですけれども、前回来店した時は結構周りのお客さんで、働くお兄様方、おじ様方が多かったんですけれども、今回ですね、50代60代ぐらいのおじ様おば様方が結構ね、ほとんどいまして、麺少なめ、ご飯少なめじゃなくて、普通サイズのね、あのデカ盛りを普通に平らげてまして、いや、それだけ美味しいってことですよね。いやー、最後の一切れなんですけれども、いやー、本当にこのとんかつめちゃくちゃ美味しかったです。さあ、そして最後の一口、本当に美味しいカレーでした。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、あきゅうさん、味もボリュームも値段も安くて大変満足しました。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。